今日福岡市に本社を置く西日本シティ銀行は円の普通預金金利を現行の 0.02% から 0.1% に引き上げると発表しました。また福岡フィナンシャルグループも福岡銀行などグループ4行で円の普通預金金利を同じく 0.1% まで引き上げると発表しています。ともに引き上げ日は9月2日で、定期預金金利についても引き上げる予定だということです。日銀の利上げ決定を受け、メガバンク3行が昨日金利の引き上げを発表していました。